どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。皆さん年末いかがお過ごしでしょうか。今日28日なので今日ぐらいからね休みになるっていう方も多いと思うんですけれども、年末年始ね、ぜひ楽しんでください。今日はですね CIO さんの新しい新商品、ちょっとね違うジャンルの商品が出てきたのでこちらについてお話をしようと思います。今まで CIO さんというとバッテリーとか充電器のイメージだと思うんですけれども、今回はそれとは違うジャンルでも突飛すぎなくて親和性もあって確かに使ってみるとこれいいなと思ったので今日紹介したいと思います。それがじゃじゃん、こちら充電式のホットアイマスクになります。実は僕も最近ですね、多分皆さんはね分かんないと思うんですけど、コンタクトを入れ始めまして、目がねめっちゃ乾くんですよ。まあ、すごくねよく見えるようになって、このねカメラの画面とかも見やすくなったのはいいんですけど、まあそうですね、その日の後半ぐらいになってくると結構目がシパシパしてきてね、ドライアイっぽい感じになっちゃうので、目がね今までより疲れやすくなりました。で目のねケアをしたいなと思って、まあ、アイマスク系のねアイテムを今まで試したんですけど、まあ、ガジェット系のアイマスクだとどうしても大きかったりね重かったりしてあんまりこう使う気になれなかったんですよね。なので結局使い捨ての髪のね蒸気のアイマスクとかああいうものを使ったりしたんですけど、これは充電式の中で使ってみて初めて、あ、いいなと思いました。これだったら僕でも使えるし気持ちいい。それではどんなアイテムか簡単に紹介していきますね。はい、こちらが今回 CIO さんが発表したですね、充電式のホットアイマスクになります。これ構造としては3つぐらいの、ね、パーツに分かれていて、まず1つですね、こちらバッテリーが着脱可能で、アイマスクの、こちらが本体になっていて、これがカバーですね、この3つのパーツで構成をされてます。この本体の部分が、グラフェンという素材を、ね、中に使っているヒーターで、これ発熱をしてくれるんですけれども、電力の消費をかなり抑えてくれて長寿命で使えますっていう、ね、素材になってます。でこれをこのカバーの中に入れて、こんな感じで、ね、セットします。でこのカバーも、ね、着脱可能ですし洗える素材なので、ちょっと、ね、汚れが気になってきたら洗ってあげるとか、まあ、家族で使いたい場合はそれぞれの、ね、カバー用意してあげるとかっていう形で、本体は1つでも複数人で、ね、使うことができますね。今回はサンプルなのでまだ、ね、ないんですけど、実際にこれ届く際は中に、ね、保湿のシートも入れることができるらしくて、そうするとじんわりと蒸気も含めて、ね、目を温めてくれるってことなので、それもねかなり気持ちよさそうだなと思います。反対側はこんな感じでちょっとねクッション性のある柔らかいね素材になっていて、両脇がマジックテープなのでこれでね、パチッと留めることができますっていうものですね。で、これが、シートの部分で、でここからがね、まあ、さすが CIO さんだなっていう部分なんですけれども、なんとですね今回のホットアイマスクにね専用の超薄型小型のモバイルバッテリーがついてます。まあよくね見る、CIO さんのモバイルバッテリーと、衣装は同じですね。このロゴと、この、ね、本体の脂肪感とデザインとというところは、確実にね継承してるんですけれども、ちゃんとね USB-C で充電することもできて、でマグネットでパチッとねくっつくっていうものになってます。このバッテリーを作れるのがさすが CIO さんだなと思います。薄さはねわずか 10mm、 1センチしかないね薄さということで、これちょっとなんか他のね用途でも使ってみたくなるぐらいのねちっちゃさですね。このバッテリー自体の容量は 600mAh なんですけど、まあ、将来ね技術がいろいろ進化してこれで1万 mAh とか出てきたらねワクワクしますよね。まあ、これぐらいのちっちゃいバッテリー可愛いな。そしてこの小さなモバイルバッテリーをパチンとね、こちらのアイマスクにねつけてあげて、これで装着完了ですね。結構このマグネットのね磁力も強いので束を振ったりしてもね落ちる心配は全くないと思います。で、そしたらですねこのバッテリーの側面に、ボタンがあるのでこれをカチッと押してあげるとこんな感じでランプが点灯して、これでねアイマスクが起動します。でランプのね色が、3種類あるんですけれども、これがそれぞれですね35度、もう一回押して、40度、さらにもう一回押して45度とですね、こちらの3段階の温度でこのアイマスクを温めてくれます。このバッテリーと本体とねカバーそれぞれ全部ね別売りで用意されているので、カバーが汚れてしまったりとかバッテリーがなくなってしまったりとかしてもパーツを買い足してねそれぞれ使い続けられるのがいいですね。じゃあ実際にこれねオンにした状態で使ってみようと思います。これね僕も昨日の夜ね届いて使ったんですけど、すごいじんわりね
温まってめちゃめちゃね気持ちいいんですよね。こんな感じで目のところに当ててあげて、ここがねゴムバンドになっていてマジックテープでペタッとね、止められるので、ズレもねかなり少ないです。僕結構この後頭部がね後ろにこう出っ張ってる頭の形してるので結構ねこのフィット感が合わないことね多いんですけど、ヘッドマウントディスプレイとかね結構よくズレちゃうんですけど、まあ、これはねゴムでしっかりねギュッと止めてくれるので、ズレ心配なくてね嬉しいですね。でも早速ねこの辺りがじんわりとあったかくなってます。いやーめちゃめちゃ気持ちいいし、まあ、このねアイマスクのいいところは、まあ、目もね癒されるんですけど、まあ、ちょっと瞑想に近いというか、まあ、このねつけてる10分とか20分間ぐらい何もね見れないのでほんとできるんですよね。何もね余計なこと考えなくて済むというか、まあ、そのまま寝落ちしちゃうこともあるんですけど、まあ、このね時間がまたねリフレッシュになってすごいいいなと思います。まあ本当に最近目もねたくさん使ってますし、まあ、このね年末ねたくさん頭も使ったので、まあそういったねリフレッシュの意味でもねこれつけてあげるのいいと思いますね。まああとはまあイヤホンとかして音楽聴いたりとかラジオ聴いてもいいですよね。この耳のコンテンツにも集中ができるので結構ね僕の生活にはねこのアイマスクすごい合ってるなと思います。いやめちゃめちゃ気持ちいい。あとやっぱりねこれのいいところは軽いっていうところですね。このバッテリーもこのねカバーとかも全部含めてすごく軽いので布のように軽いので全然ねこう頭振ってもずれないですし、あの首がね凝らないんですよね。まあこういうねホットアイマッサージャーみたいなやつって結構でっかかったりするので結局ねそれつけるとこう頭が疲れちゃったりとかこの首が疲れちゃったりするんですけど、これはね本当に軽いから全然その心配はないですね。あとねこのままね寝落ちできるのもいいところですね。ベッドでこれつけながら寝てあげて、で自動でねこれ20分ぐらいで切れるのでそのまま寝てもいいですし、このバッテリーがね気になる場合はこう寝る時にこうパチッと外しちゃえばもう普通のアイマスクとしてこうやって使うことができるので結構ねいろんなシーンで使えるんじゃないかなと思います。まあそれこそね年末年始これから帰省とかすると思うんですけど、その時の新幹線とか飛行機の中とかでこれすごい使えるんじゃないかなと思います。まあ、こんだけ軽かったらね簡単に持ち運べるし USB-C でね充電ができるのでねいろんなところから充電できるしということで、いやこれはねやっぱいいわ。まあ、今ね5分ぐらいねちょっと使っただけですけど、まあ、それでもねかなり気持ち的にはねリフレッシュねできたので、ぜひねちょっと皆さんもこれ試して欲しいなと思います。いや CIO さんね本当にこうバッテリー充電器のイメージかなり強いんですけど、まあ、それをね生かしてこういうね別のジャンルの製品も最近ね頑張って作られているので素晴らしいなと思いましたし、これはねすごくまあ納得感があるというか、確かに CIO さんが作って叱るべきだなっていうアイテムだったのですごくね推したいなと思います。これね今、幕開けかなクラウドファンディングのサイトで出資募集中で、結構ね値段も安いです。もともと定価が4,980円なんですけど、これクラウドファンディング中だと3,980円で買えますからね。この本体とこのバッテリー込みでこの値段で買えるので、かなりね値段的にも良心的でいいんじゃないかなと思います。はい、なのでまあ僕のねチャンネルを見てる方は、まあ、画面をねたくさんね、見まくっていて疲れてる方多いと思うので、そういう方はね、ぜひこちら、使ってみてください。リンクは概要欄の方に載せておきます。こんな感じでこのチャンネルモノグラフではガジェットに関する情報をいつもお話ししておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。皆さんも年末体調に気をつけながら楽しんでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの藤井でした。バイバーイ。